皆様お待たせをいたしました。ではこれより2012年度五位平和財団フォーラム第2部のプログラムに移らせていただきます。第2部のトークセッションにはヘレナ・ノーバーグ・ホッジさんのほか、構想日本代表の加藤秀樹さん、事業家で漁師の立花隆さんをお迎えし、
西園寺正巳会長も交え、いろいろとお話を伺ってまいります。テーマは草の根から世界を変える。進行役は西園寺博雄理事長です。それでは出演者の皆さんにご登場いただきましょう。それでは第2部のトークセッションに移らせていただきます。さっきヘレナさんから時間しゃべるの長すぎてごめんなさいって謝られちゃったんですけど、それだけ熱が入ったいいスピーチをしていただいたんだと思って逆に感謝をしております。ありがとうございました。Are you ready?Would you translate again? I thank you very much for your words from the bottom of your heart. それではトークセッションに移らせていただきます。今日のテーマは、お待ちください。草の根から世界を変えるというテーマでございます。それでさっきのヘレナさんのお話でもやはりグローバリゼーションとローカリゼーションというこの対比でいろいろご説明が あったと思います。特に彼女のその35年にわたるラダックでの体験からやっぱり非常にグローバリゼーションの問題点というものを彼女が感じて、その大きく振り子の触れてしまったグローバリゼーションからやはり戻していかなきゃいけない、そのローカリゼーションの必要性というものを強調していただいたと思います。ただこの今回のトークセッションについては草の根から世界を変えるということでもうちょっと広い観点、必ずしもグローバリゼーション versus ローカリゼーションという論点だけじゃなくてむしろさまざまな問題をはらんでいる今の現代社会のシステムを、さっきの4つの S で言えば2番目の S のシステムというもの、これをそのいかにより良い社会システムに変えていくかという、少し広い観点から皆さんのお話を伺っていきたいなというふうに思っております。でごめんなさい、改めてパネリストの方をご紹介し申し上げたいと思います。先ほどゴイ平和賞を受賞されましたヘレナ・ノーバーグ・ホジさんです。改めてよろしくお願いいたします。それからその右隣が加藤秀樹さんでございます。よろしくお願いいたします。それから右端が立花隆さんです。よろしくお願いいたします。それぞれまた後ほどご紹介をしたいと思います。まずそれから、ゴイ平和財団会長の西園寺正巳でございます。よろしくお願いいたします。今回のその平和賞の受賞が、さっき申しましたように初めての女性の方ということもあって、レディーファーストという意味からも会長の正巳の方からまずそのお祝いの言葉も込めて、あるいはそのヘレナさんの基調講演の感想も含めてまず口火を切っていただきましょうか。ヘレナさんありがとうございます。素晴らしいスピーチを本当に感動いたしました。ヘレナさんの、ローカリゼーション、私たちが本当に、人類がこれから先行き詰まっているどこの方向へ展開していっていいのだろうか、このまま進んでいったら本当に地球は危
機から脱す地球も人類も危機から脱せない得ないんではないかと思うときに、そのヘレナさんは、35年間ラダックにおいて、ご自分の体験を通され、そしてそこで素晴らしいその生き方を直に学んでらした。で、私が一番感動いたしますのは、私どもはたくさんの世界中の本を読みますし、いろいろな方からのお話も伺っております。でもそこで35年間ともにラダック語を英語に翻訳しながら7カ国語の言葉を話されるヘレナさんの体験というものは本当に素晴らしいことで、私は絶賛しております。で、私たちはこれからどこへ行くんだろう、真の幸せっていうものは本当に物質が豊かになることによって幸せなのかという疑問点が皆さんのそれぞれの心の中に、思っておられると思います。そういうところに、ヘレナさんはすごいポイントを置きまして、グローバリゼーションをもちろん否定はしておりませんけれども、その間取りながらそのローカリゼーションの素晴らしさ、これからの生き方、本当に価値観、真の価値観とは 何か、真の生き方とは何か、何が本当の幸せで豊かなんだろうかということをご自分の体験を通して、我々に、話しかけてくださったことはとてもありがたいことと思いますし、また、ここでちょっと一言、若者たちの素晴らしい、メッセージを聞きまして、本当に私たち大人は何をしてきたんだろうって時々自分をも反省したくなるような素晴らしいテーマの希望と光を持った若者が世界中で、存在しているんだということも同時に合わせて、思い、大変に、このローカリゼーションとそれとも一致しておりましたので、素晴らしい機会を得たと思って感謝しております。本当におめでとうございます。ありがとうございます。加藤さんについてちょっとご紹介申し上げたいと思いますけど、彼は大蔵省にずっとお勤めをされていたんですけども、もうある時退官をされて、そしてその政治でも政治家でも官僚でもない、いわゆる民間の立場からその国の国に対する政策提言、あるいは新しい社会をどういうふうな形で作っていくべきかというような提言もなさるためのこのシンクタンクの構想日本というのを立ち上げられました。そしてもう本当に彼は僕は30年くらい前から存じ上げているんですけど、こういうような話を一緒にする機会初めてですけども、すごく引き出しの広い方で、実はその流行語にもなっております事業仕分けの元祖は彼なんですね。で、ですから国の事業仕分けの仕掛け人でもあるし、地方でまずそれをずっと実績を10年ぐらい積んでこられてるっていう、で、行政刷新会議の事務局長も務められているわけです。で、いろんな地元の文化を守るための活動とか幅広い活動されてるんですけども、僕初めて今度読んで分かったのは、彼がその辞めてそういう活動をスタートされたその根底にあるのが人の幸せとは何か、でそれを実現するための世の中あるいは社会の仕組みって何だろう、それを自分はそういう方向で考えて実行していきたいんだ。だから本当に今日のですね幸せの価値観テーマに後でこれほどぴったりの方はいないんじゃないかと思うような人選だったというふうに、自らも思っておりますけども、加藤さんの方からヘレナさんの、お話を聞いたり、あるいはその踏まえてですね自己紹介も兼ねて今なさっておられること、あるいは考えておられることを少しお話しいただけますでしょうか。随分過分なご紹介をサンジュさんからしていただきました。私はこの構想日本というシンクタンクをもう16年目ぐらいになります、スタートして、最初からその人の幸せとは何かということをそんなに考えてたわけじゃないんです。ただ例えば年金の話なり、あるいは税金もそうです、教育もそうです、もちろん経済もそうです、
一個一個そういう政策のことを議論したり、自分たちの仲間で提言を出していくためにこうまとめていったりするプロセスで、でそれは何のためにやるのかな、でそれは何のためにやるのかなっていうことをやっぱり常に考えるようになってきたんですね。そうするとまあやっぱり最後は非常に抽象的ですけども、やっぱり人の幸せってのは何なのか、そこに戻るようにいろいろ政策っていうのは世の中の部品ですから、それを考えとかないと間違うよなと思うに至ったんですね。ですからなんかそういう立派なことがあってじゃなくて、一個一個考えてるうちにそれで全部がどこ行くのかなっていうのが正直なところです。随分もう昔ですけども、京都のずっと奥の方なんですけども、千枚漬けっていうね、今から年末になってくると美味しくなってくる、使ってこの大きい株を薄く切って漬ける漬物ですけども、千枚漬けにする株をたくさん作ってる場所があるんですね。でそこにいるあるお役所さんが、加藤さん年金というのはやっぱあった方がいいもんなのかね、あれは人を幸せにすんのかなっていうんで、私はえっと思ったんです。私の周りには年金の制度についてよく知ってて、どうすべきだっていうことを議論する学者官僚政治家いっぱいいます。しかし今のああいう年金制度が人を幸せにするのかっていう問いかけを私は誰からも受けたことなかったんですね。というのは彼は自分の周りを見て、この昔はまあ田舎で例えば千枚漬けを作っの株を作ってる聖護院株っていうんですかね、でこれはなかなか大きいし重いんですね、抜くのも大変だから、それがだん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 60、65、70、体力がなくなってくると、まあ株はやめてもうちょっと作りやすい葉っぱかなんかでも作る、でそれも辛くなってくるとその周りの草でも引く、それもできなくなってくると、まあうちで孫ひ孫の面倒でも見る、そうやって75、80、まあ死ぬまで何かしながら死んでいった、役割があった。ところが年金がある、あるいはそういう随分そのまあいわゆる過疎地ですけども、田舎にも高齢者のための施設ができる、そうすると年金が出てくる、出る、それからまあ家族もだんだん減ってくると施設に入る、その瞬間にみんな元気がなくなって、あの加藤さんのじいさんあれなんか演じてんじゃないかというぐらいにパタッと元気がなくなることが多いというんですね。お百姓でもそうですし職人でもそうですね。せっかくいいブドウのつるかなんかで加工を作ってたところが、そのじいさんなりばあさんがやらなくなると、もうせっかく良かったのにな、なくなったな、あるいは後継者もいなくなったな、その確かにお金をくれる施設があるというのはありがたいことなんです、それを否定するつもりはない。ただしそうやってなんか結局お金に依存してそれでいいのかなという、ものすごくこの素朴な問いかけでもあるけれども非常に本質的な問いかけであって、私は政治というのはその制度のことを云々する以前に、それは人を幸せにするのかということをもう一回考えないといけないなとつくづく思ったんですね。ですから私はなんか全てそうじゃないのかなと思って、うん、って言います。後で先ほどの平良さんの講演について私も少し感想も交えて、それから少し平良さんの お話っていうのはこう問題の整理だけじゃなくていろんな提言がおありだったと思います、うん、で私なりにその提言をもうちょっとこう私も政策を作るのを仕事にしておりますので、
具体的に例えばこんなことっていうのをまた後ほどお話したいと思いますが、ありがとうございました。それでは立花隆さんをご紹介します。立花さんは、商社に10年ぐらいですか勤務された後、独立して食品関係の経営者になられて、ずっとやってこられたと。で、もともと出身はそのいわゆる被災地の一つである仙台なんですけども、この被災を契機に彼の生活が一変をいたしまして、お母様とか妹さんがの、消息をまず探るというところから始まっていって、今ではもう本当にどっぷりとその震災後のその特に場所は石巻の雄勝というところなんですけども、ここで、住民票をあっちに移して、そして漁師になって、現地のその新しい漁業をの再生というものを目指してやってる。それだけじゃなくて教育にも関わっておられるし、さまざまな活動、もう本当一日20、今日もですね、実は雄勝から朝車で運転してきて来られたんだけど、夜中の12時に牡蠣の何でしたっけ、ホタテですね、ホタテか、ホタテのなんかがあって、後で説明して、それでとにかく夜寝ずに、もうほとんど寝ずに車を運転してこれに駆けつけてくれたということです。それで彼のやってることはこれから話して聞いていただきたいんですけども、僕は震災後に本当に素晴らしいなって思う一つが、やっぱり若者たちがものすごく目覚めて、ちょっと若者よりももうちょっと上に行ってるけども、彼は結構行ってますそういう若者が増えてきて、それで彼らが本当に何て言うんですか、志とエネルギーを持って日本の再生のために一生懸命頑張ってる姿っていうのは、この震災が本当にきっかけだったっていうふうに思います。で、彼と僕が知り合ったのは今回の震災で250人の子どもたちがいわゆる両親を失った孤児になられ、で約2000人の子どもがどっちかの親を失って遺児になってられるんですね。で、そういう子どもたちをサポートしようっていうんで、一緒にたまたま同じプロジェクトに僕も関わったというところで彼と知り合って、彼のそういう本当に素晴らしい活動を知って、もう本当に感動したわけですけども、彼もですから今日のですね、実はいろいろな意味でパネルに入っていただくに最もふさわしい人だというふうに思ってます。で、じゃあ立花さんの方から特に震災後やってこられているような活動を、自己紹介という意味でまずはお話しいただけますか。はい、多分なご紹介ありがとうございます。つい数時間前までゴム長を着てですね、地元の漁師さんたちと一緒にホタテの水揚げをしてまいりました。現在石巻市の雄勝町というところに住民票を移しまして、漁師の見習いをしながら日本の新しい町の形、そして日本の新しいコミュニティ作りというのに、取り組んでおります。ご紹介ありました通り、私出身が宮城仙台でございまして、自分の母と妹の安否確認のためにですね戻っただけなんですね。本当はすぐに戻ってきて、もう20年僕東京で働いておりますので、働いておりましたので、そのまま戻ってくるはずだったんですが、そのまま現地に住民票も移して、地元の漁師さんたちと一緒に会社をやったり、教育支援の団体をやったり、できることは全部やろうということで、いろんな取り組みをしております。私震災後からなんですけども、考えるのをやめたんですよ。自分の脳に行くガソリンというかエネルギーのコックを閉めてしまってですね、考えるのをやめて、こう湧いてくるままに動いてきたらですね、今になりまして、僕が感じたその人間のエネルギーですね、家も漁具も加工場も船も全部流された漁師が震災後すぐにですね、俺は今から日本の漁業のために新しい漁業をやるぞ、
いう漁師がいたり、日本の新しい街づくりをするぞといった方に出会ったり、あるいはなりふり構わず子どもたちのために全力で出し切る先生と会ったり、そしてまた日本中のそして世界のたくさんの方々からご支援をいただいたということに対して感謝の気持ちを伝えたいという子どもたちと出会ったり、みんな体一つで逃げてきた人たちが、なんでこんなにこう内側からこう湧いてくるエネルギーっていうのがあるんだろうというのにですね、触れたんですよ。触れたらですね、自分が使ったことのなかったエンジンですねがポッと立ち上がってきてですね、まるであのエンストしていた車にブースターでですね、こう何かつながれて自分のエンジンがこう立ち上がってきたように、そのエネルギーに触れて僕の活動というのが始まりました。反面、人間というのはものすごくあっけないなということに、知りました。震災直後、すごく短期間のうちにですね、火葬場に行くということになりまして、つい先ほどまで生身の体だった人間が焼かれて出てきて、それを骨を拾ってというのを何度か繰り返していくとですね、ちょっと感覚がすごく今まで味わったことのない感覚っていうんですかね。そして必ず最後、火葬の最後にはですね、骨壺に骨を入れて、最後ちりとりで吐いて、また骨壺に入れて、最後骨壺の蓋を閉めるときにですね、ガシガシガシッと音するんですね。もうそれで人間と終わりなんだなと、すごくあっけないなっていうのが僕の、結論です。で、あっけないなという反面、先ほどお話したようにすごくこう人間の内側から立ち上がってくるエネルギーというものに触れて、あれこれ考えるんじゃなくて、実はこう湧いてきたエネルギーに沿って動いていった方が、すごくいろんなものが始まったり、あるいは何よりもうねりになるんじゃないかなと、いうことで、活動をするようになりました。まあ、メインとしてですね、一番自分の時間を割いておりますのが、今漁師の、会社の、ことでございますので、ちょっとだけそんな時間難しいですかね、はい、じゃあちょっとだけ VTR を流していただいてもよろしいでしょうか。映像の方で、これ石巻市の雄勝町という場所ですね、どの辺にあるかというところで、震源地に一番近い場所が、石巻の雄勝町という場所です。ここから約東京からですね、雄勝まで片道約500キロあります。それを今週2往復の車でしておりまして、私が基本的に東京にいるのは月曜日と金曜日の2日間です。平日現地に行ってみたい、現地で一緒に活動したいという人をですね、自分の車に乗せて現地で漁師の手伝いをしたり、町の手伝いをしたり、学校行事の手伝いをしたりというようなことをしてもらって、あるいは平日働いている方には土日便というのもご用意しておりまして、土曜日と日曜日僕と一緒に、私の車はワンボックスカーですので、ここにいる皆さんをお連れすることはできませんけれども、自分以外は7人は乗れますので、ぜひ一緒に行って、僕が感じた人間のエネルギーの凄さであったり、あるいは淡々とした自然ですね、自然は本当に何事もなかったかのように元の状態に戻しそうとしています。その自然のその凄さ、僕らも自然の一部だというのをそこに行くと体感していただけますので、そんな方々を自分の車に乗せてですね、今日東京に戻ってきたのでですね、震災から22ヶ月、今195往復目になりました。もう年内で今200往復になろうとしておりまして、地球何周ぐらいかしら、地球もうすぐ5周ですね。で、自分の車で乗せてった方の数でですね、今1000人を超えておりまして、民間企業の方、ほとんど企業の方々が多いですね。ただその中にはですね、なんと霞ヶ関の行政官が 10% ほど入っておりまして、前省庁の若手が入っております。すごい熱いメンバーがですね、僕らがやっているのは本当に小さな事例っていうのを一個一個積み上げること、漁師の会社、漁師たちと一緒に会社を作り、単に新しい漁業ですね、それも
もう一回その食べる人、売る人、作る人がもう一回その生産の現場に降りてきて食を紡いでいくという活動を一緒にやっております。それを通じて学校を通じて新しいコミュニティや新しい街づくりというものに取り組んでいるのが今の私の活動でございます。はい、ありがとうございます。ヘナノさん、今のお二人のお話をお聞きになって、どう感じたかっていうこともまずお聞きしたいんですけども、あと昨日実は東京に着かれた時に晩ご飯一緒に食べた時に、自分はちょっとオーディエンスに誤解を与えたくないんで一点だけ説明しておきたいところがあるっておっしゃったのは、要するにグローバリゼーションっていうのはいわゆる国際化とか国際意識、つまり地球市民、我々もその五平和財団の生命憲章で地球っていうのは大きな命だというふうに言ってるわけですけども、そういうそのいわゆる世界地球意識みたいな意識のグローバリゼーションと経済のグローバリゼーションって明らかにこう分けて考えるべきだっていうことが一つと、それからグローバリゼーションが 100% 悪くてローカリゼーションが 100% 正しいということでもないんですよと、さっき の基調講演の中でもおっしゃっておられましたけども、そういうその点だけは確認しておきたいということをおっしゃってたんで、そもうちょっともしあれだったらおっしゃっていただけますか。ありがとうございます。まずその質問に答えることから始めるにあたって、私どもとしてはグローバリゼーションとその経済プロセスのグローバリゼーションと、いわば国際的な協力、文化交流、人の交流、また国際貿易のプロセスのグローバリゼーションを区別すべきだと思います。経済プロセスのグローバリゼーションというところが、例えば銀行だろうと企業だろうと自由に世界中を駆け巡ってビジネスを行うと同時に、より標準化された製品を作ると。例えば EU 域内において EU というのはグローバリゼーションの一つのプロセスであります。大企業というのは異なった通貨、異なった原価、異なった尺度ということでは大手企業として経営できないと。だからこそ標準化を望んだということであります。そしてそういったものが生態学に対して悪影響をもたらすということで、ブリュッセルからのルールと、例えば小麦をいつヨーロッパにおいて収穫するかと、そして何月何日といっても、例えばアルプスにおいてはまだ黄色くもなってないわけです。他ではもう熟すぎてるということですので、トップダウンの意思決定が標準化されたということになりますと非生産的であります。これあくまでも大手企業のニーズに応えてるだけでいるだけで、経済プロセスのグローバリゼーションというものと先ほどのもう一つのグローバリゼーションを区別すべきだと思います。こういった経済プロセスのグローバリゼーションはマイナスよ、プラスよりもマイナスといったものが多いわけです。しかしグローバルの問題もあります。だからこそお互いにより協力していく必要が高まっていると言えるでありましょう。だからこそ文化の交流ももっともっと南北ということで、いわば第三世界と先進諸国との間で文化交流が必要であり、市民と市民の交流が必要であり、お互いに経験を通じて体験していくことが大事であります。その理由はいろんな理由があります。というのは、いろんな神話というのが例えばマスコミなどによって報道されているからであります。国際的な協力、共同知識というのは極めて重要であります。だからこそ貿易そのものが悪いわけではないんです。貿易に関してその独占的な企業が隠れた補助金によってメリットを受けて、そして技術やエネルギーを多消費し、そしてそれほど多くの就職口を創設することで
だけではなく、例えばエネルギーも多消費するわけであります。放送においてもそうですし、またこれらを輸送するにおいてもエネルギーを消費するにもかかわらず、彼らは非常にプラスアルファを享受しつつ、ローカルの生産者、ローカルの人たちと競合するのがおかしいと言っているわけであります。ローカリゼーションというのは貿易をやめろと言っているんではなく、貿易というものを例えば1万マイルから持ってきたものは1キロから持ってきたものよりも高くて叱るべきだという体制に変えることであります。はい、ありがとうございます。ちょっと加藤さんにお話を伺いたいのはですね、ヘレナさんの場合にはインドのラダクっていう、ところで、それまで本当に平和で、さっきのお話の通り過ごしていた人たち、あるいは社会というものがやっぱグローバリゼーションの波で、いろんなダメージを受けたっていう話を、その社会の変化でそう変わっていったっていうお話です。で、日本の場合考えてみると、日本も200年ぐらい鎖国してたわけですよね。それでおそらくその頃は大家族制度でいろんな総合コミュニティの中でのこう相互扶助みたいな関係もあって、それはやっぱり近代化して日本もどんどん変わってきてると思うんですけども、その中の変遷の中でやっぱり問題になってるものっていうのは、このシチュエーションは全然ラダクとには違うけども、しかしその似たようなやっぱりその変化、近代化の中でこう変化が出てきてるっていう、その辺をちょっとお話しいただけますでしょうか。このグローバライゼーションというのは、私は人間の本性というんですかね、本性の必然みたいなところがあると思うんですね。人以外の生き物というのは、まさに生きることが目的というのも変ですけどね、とにかく生きることを一生やってるということですけども、人間というのはこの大脳皮質が異常に発達したもんですから、そういう本来のものから離れたことにすごく熱中するようになったわけですよね。登山なんか典型で、全ての人間以外の生き物っていうのは危険なことは絶対しないわけですよね。登山なんてのは危険を、もっと危険を求めてやってるわけですから、こんな変わった特殊な生き物っていうのはいないわけですね。ですから私はグローバライゼーションというのもそういう中でのある種の必然だと思います。で、ヘナさんはお話の中で、ただ今の問題っていうのは、人間が本来持ってるそのグリードとかそのフェイリングのせいじゃないんだと、政治的判断システムの問題だと言っておられる。私は半分賛成であり半分違うのかなと思うんです。多分違わないんだと思うんですけども、今のお話の通り、私はこう人間の欲望には限りがないから、そこから好奇心が出てくる、もっと何か欲しいっていういろんな欲望が出てくる。それが経済とかお金ということに行くと、今のような仕組みになってくるし、今のような経済になってきて、でさらにそういう欲望をもっと大きくするための仕組み、政治的判断、ヘレナさんは3つの要素として、税金と補助金と規制ルールっていう、ですからそういうシステムができてくるわけですね。ただ一方で人間のその欲望が文化を作り、いろんな工夫で今の文明を作りというふうになってきてる、文学も作り思想を作りということになってきてるわけですから、それはもうどっちに行くか分からない。ですからそういうもの全てについてのこの脳が元になる欲望ということで言えば、それは人間の本質ですけども、多分ヘレナさんがおっしゃりたいのは、その中の今もおっしゃったその経済とか経済成長という方に向かう部分
が人の本質的な部分ではないという意味なんだろうと思います。だとすれば私はその通りだと思います。ただそこでですね、人間のいろんな欲望の中のその経済に向かう欲望というのも、それはかなりその大きい位置を占めてますし、ですからそれが抑えられるような仕組みを作らないとその欲望は抑えられないということでもある。まあその抑えるための仕組み、あるいはどん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 経済成長に行く、そっちで競わせるための仕組みをどう変えるかっていうところが多分今一番求められているということなんだろうなと思います。あのそこら先じゃあまた後で話します。会長の方から何かコメントありますか。今今加藤様のおっしゃったことに対して、ご紹介の時もございましたように、まあ、あのこのまま年金をもらっていいのだろう、年金というものはいい制度なのかっていうその疑問に対して、私はもう以前もう自分のその生き方とか理念といたしまして、人間は本来自分自身で、自分をコントロールできなければいけないと思うんです。で、人間は欲望をそのままほったらかしにしていたら、本当に地球を滅亡するほどのみんながそれぞれの欲望で、資源をダメにし、人間との対立を生み、戦争を生み出し、それでもなお自分たちの欲望を達成しようとをする、その中に人間の生きるところの一番の価値っていうのは自分をいかにコントロールできるか、要するに政治や、宗教やそういうものに頼って自分自身の幸せや価値観を求めるのではなくて、その欲望というものは本来自分でコントロールすべきが人間の本来の生き方ですから、その人間は依存する依存するやり方というのは本当にイージーなやり方で、私はこれを申し上げると本当にいろんな反対意見が終わりになると思うんですけれども、私の変わらない意見としましては、最後まで自分自身で自分の死を見取る、要するに、病院で、最後を取ってもらう、年金で自分の老年を送る、こういう生き方っていうのは本来の人間の生き方ではないと思っております。やはり最後まで自分で計画を立てて、どういう死を迎えたいか、そのためにはどうやって生きなきゃいけないか、そのためにはどういうその価値観っていうものを自分で見極めなきゃいけないか、人間というのは一番付き合っていかないいけない、自分で一生付き合う、人間の一番付き合うのは自分なんです。だから自分が分からなくて、人の生き方、人の価値観、人のその欲望にコントロールされ、情報型、それからあらゆるそのシステム、経済、グローバリゼーション、そういうものに巻き込まれて、自分自身が本来何を求め、何を選択し、何を選択した結果、必ず自己責任というのが伴うんです。で、自己責任を伴わないで全て政府のそのやった方針に従っていく。ですから今の政治を見てても、今の全てを見てても、やはり一人一人が自分の生き方って、自分は何を求めているのか、物質なのか、先ほどもヘレナさんがおっしゃったように、物質、どんなに物質を求めても幸せはない、幸せはもう本当に心の豊かさはない、物質がいくら求められて、健康であっても幸せではない、家をたくさん持っても幸せではない。じゃあ幸せとは何か、そこへ持っていく原点というものは、やはり自分一人一人の自分自身の欲望とか、こういう欲しいとか、それから何を目的、それを管理できる。で、管理できない人は人に管理される人間しかなれない。そうすると管理される人間というのは一生管理し続けられて、そして一生誰かの世話になって、一生自分の死を人の手で、委ねていく。でも自分自身をコントロールできる。ですから私はそのグローバリゼーションでも、そのローカリゼーションでも、それはそれぞれの選択の自由だと思うんです。どれを選択するかは自分自身のその意思決定による。だけれども、その意思決定したからには自己責任を取る。グローバリゼーションであらゆる欲望で対立に負けて、負け組、勝ち組になって自殺、打つ、そういう生活を好むのか、ローカリゼーションに対して全て幸せの価値というものはお金やそういうものではない、愛、
助け合い、孤立ではない、お互いに励まし合い、そして尊厳を認め合う、そういうところに本来の価値観というのがあるのではないかと思うんです。はい、ありがとうございました。ちょっと橘さん、さっき の, あのヘレナさんのお話の中に、あのローカリゼーションのね、大事な点っていうのは、要するに人と人との距離をね、近づけることなんだって。つまり顔の見える状態、生産者と例えば消費者の関係でも全然顔が見えないぐらい離れちゃったことによって、お互いに無責任になって、そのというそれやっぱり顔の見えるところの距離感っていうものがローカリゼーションの一つの、そこにまあ人間と人間との交流があるし、相互関係が出てくるっていうお話があったんですけども、それまさに僕は立花さんが取り組んでおられることだと思うので、ちょっとそういう例としてお話しいただけますか。はいはい、今この両親の会社を作ったのが去年8月でして、今1年ちょっと過ぎてるんですけども、一緒に漁業も育ててもらうし、一緒に町も育ててもらうし、何よりももう一回人との絆を育ててもらうっていうことで、育ての住人っていうのを集めてまして、今全国で海外の方もいらっしゃるのが、全国で2400人ぐらいですねの方々に育ての住人になっていただいてて、先ほど資料にありましたけども、雄勝町の今の町民1000人しかいないんですね。人口の8割が流出してしまいましたので、今1000人しかいないんですが、その住民以上、倍以上の方々に今育ての住人になっていただいて、一緒に毎月1回ですね、ここから500キロ離れたところなんですが、一緒に養殖業の体験をしてもらったり、町のイベントに参加してもらったり、そういう活動を今やっております。まさにそうですね、本当に距離は離れてるけれども、だ地産地消といっても、人口が1000人になっちゃったら地産はできても地消できないわけですよ ね, そうですね。だからその距離が離れてても顔の見える状態にして、はい、これも一つのヘレナさん、ローカリゼーションの形じゃないですかね。ローカリゼーションというのはプロセスだと思うわけですね。距離を縮めるプロセスだということで、日本で消費されるお米は他から輸入しないで日本で作ると、何千キロも離れたところから輸入するお米ではなくて、英国からリンゴを南アフリカに送って洗ってもらってまた輸入するとか、そんなことはダメ。アルゼンチンからジャガイモをヨーロッパに輸入する、輸出するというんではない、まあ、そういうプロセスなんですね。全くエネルギーの浪費が多いわけです。あまりみんな考えないわけですが、何がどこに行くかということを見てみますと、そんなにニーズにはいらないものが送られているわけですね。多国籍企業のグローバル企業の欲を満たすための行動なんですね。ですからある意味ではプロセスだと言っているわけです。まあ、何百マイル、何千マイルから基礎的なものを輸入しなければならないところもあるかもしれません。だけどそれを認識するということが大事だと思います。近代経済が始まってから体系的に研究しようということをやったところはないと思うわけですね。経済活動の多様化をすることによって比較優位を逆にするわけですね。生態的な理由でもって考えていく、エネルギーを少なく、より多くの人たちの雇用、そういった頭で農業をやっていく、家を作っていく、衣食住を提供する、そして近いところでそれを提供していくと。日本でさえ猪川町ですか、金子さんというお百姓さんなんですけれども、本当に素晴らしい多様性の産物を作っているわけですね。で、彼が多様性をやって、そしてスケールダウンをすれば日本は自立できると、日本にはそれだけの土地があると、一重にしてできる話じゃありませんけれども、その政策は必要ですし、きちんとローカルの小さなイニシアティブをきちんと研究して政策を変えていくということによってそれが可能になるんだと思います。
でせっかくいただいた あれなので一言言いたいと思います通訳の人たちは素早くもうそのジェスチャーを使いながら一生懸命見えない人 でありますけれども素晴らしいここにはおられないけど3人のお嬢さんたち夕べお目にかかって本当に素晴らしい。私の主人、これも見えないけれども主人じゃない夫です、見えないところだけどもこの素晴らしい時に来てくれた時にありがとうジョン。ミスターカート、私自身はそのヘレナさんの意見に全く賛成なんですが、ただ日本だけじゃなくて多分世の中のほとんどでですね、グローバライゼーションという言葉はしょっちゅう聞く、しかしローカライゼーションという言葉はめったに聞かない。ここにいらっしゃる方はむしろ日本の中の珍しい方がお集まりなのかわからないですけどね。だけどもそれで今のヘレナさんのお話を聞いたほとんどの日本人、多分ほとんどの世界中のほとんどの人がですね、そうは言ったってやっぱり物は安い方がいいでしょ、選択肢はいっぱいある方がいいでしょ、そうしたらその世界中からいろんなものを持ってきて、それからその貿易も自由にして今の経済的な自由化をどんどん進めて、そっちの方がいいに決まってるじゃないかと必ず言うんですね。で私は今そのことをどうこうというよりも今日会場の方にはこんな投げかけは不必要なのかもしれないんですけども、少し考えていただきたい、あるいは普通の経済学者とかその辺にいっぱいいる、テレビで毎日コメントしているような人にですね、もし今のようなやり取りがあったらこう問いかけていただきたいことをいくつかちょっと申し上げたいと思います。一つはでここで私はその無駄と効率ですね、無駄とは何なのか効率は何なのか、効率がいいというとみんなその瞬間にこうそれはいいことだと思うわけですね。効率ということの中身定義を考えずに効率はいい、いいことだ、無駄と聞いた瞬間に無駄が悪い、こうなるわけなんですけども、その無駄の意味、効率の意味というのはほとんど議論されないんですね。例えば エネルギーにしても水にしても食料にしても、あるいはそこから出てくるゴミの処理にしてもですね、それを小さいところでバラバラにローカルにやるか、あるいは集めて一箇所でやるか、水を例えば大きいダムを作っていっぱい集めてそこから水道を引っ張ってきて、というのと、みんなが自分の天井の上に屋根の上に降る雨を集めてそれを使うのと、どっちが効率いいかっていうと一箇所で集中的にやる方が効率がいいということになってるわけですね。で同じように米を作るのも野菜を作るのも牛を育てるのも、あるいは工場で何か自動車でもパソコンでも集中的にやる方が効率がいいとなってるんですけども、本当にそうかどうかなんですね。例えば最近私この例あんまり話したことないんでちょっと全然間違ったかも分かりません、東京都の上に降る1年間の雨の量っていうのはだいたい65万トンと聞いた記憶があります。東京都の人が工業用水も含めて1年間に使う水の量はどれぐらいだと思います？どうですか？60億トンと聞きました。ということは東京の上に降る雨を全部そのまま使ってもまだ余るんです。ところが降ってくる65億トンの水の特に都心に降るものは全て我々流してるわけですね。それでその上で群馬県とか山梨の向こうとか遠いところにダムを作ってそこから引いてきてるわけです。ですから山に溜まった水がほとんどない、だけどもここに集中豪雨、その住んでるところは洪水になって、だけども水道から蛇口から水が出ないということも現に
6、7年前から10年近く前にあったわけですね。しかもコンクリートで全部その水流すわけですから、流すためのすごい太いパイプがいるわけです。パイプが追いつかないから、よく日比当たりの低いところは洪水になってるわけですね。ですからすごく、ね、無駄なことをやってるわけです。すごく効率がいいはずだったのが無駄をいっぱいしてるわけですね。昔は、まあ、今でいう生ゴミっていうのは、まあ、大体自分 の、 あの田舎であれば自分 の、 なんかこう、ね、あの庭かどっかに埋めるかなんかでよかったんですよね。そうすると巨大なその なんですかね、あの要するに埋め立て地ですとか、あるいは焼却場というのは必要ないわけなんです。エネルギーでもそうなんですね。エネルギーだって原発を入れて日本中にどれぐらいあるんでしょうか。その百数十箇所ぐらいだと思います、せいぜい。それで1億人の電力を賄おうとするから巨大な熱量を出さないといけない。だから最近あの私は風力とか太陽光が必ずしも必ず全ていいものとは思わないですけども、しかしあれはもっとローカルに、ですから集中してやる方がいいのか、もっと分散的に小分けでやるのかっていうのは、その無駄とか効率という点から言っても今問われてるんだと思うんです。それからあの集中してやるということはあのこうそれの対極にあるのは自給自足ですよね。自給自足、朝起きて水を汲んできて、で畑に野菜かなんか植えてそれを取ってきて、あの日本の昔話じゃないですけども、おじいさんは山に芝刈りに行って燃料も水も食料も全部自分でやる。そうすると必要なもの以上は体力使いたくないですから、それ以上のことはやらないわけですよね。だけども確かに体は疲れるし大変で、今はそれの対極にあることをやってるんだと思います。でそれを分業と言ってるんだと思うんですね。だけども自給自足というのは違う言い方をすると、その一人で全部やるんですね。分業、今のような分業というのは全員が一つのことをしないしかしないということです。ですから全員が一つのことをして効率がいいと言われてる、一人が全部のことをやって大変だと言ってる、しかし一人が全部のことをやったら実はそこには無駄はないわけですよね。必要なことしかしないわけです。でその全員が一つのことしかやらないから、なんだか退屈だとかストレスがとか、そのやりがいがないというようなものも出てくる。それをどう考えるのか、まあ自給自足に今から戻るわけじゃないですけども、その間のどこなのか、もう一つだけ言いますと、このエレナさんの話の中でもあったその顔が見えるっていうところですね。その自給自足じゃなくても本当に10人とか100人とか5月でもそうだと思いますけども、小さいコミュニティの中でやってるとお互い見えるわけですよね、顔が。そうするとその多分そこにそんなに複雑な法律とかルールはいらないんだと思うんですね。顔が見えないからそこで決まりを作って、見えないもの同士の決まりを作って、それでその決まりを守ってるというところを示すという意味での情報公開とか透明性という、なんか無理やりその顔が見えるともうみんな透明なんですよね。情報は全部出っ放しです。ところがそうじゃないから、その全員が一個のことしかやらなくてつながってないから、ルールでもってそれを仕切って、ルールでもって透明性をっていうふうになってしまう。だからなんかもっとこう小分けにしてやったらですね、ルールもあんまり必要なくて、モラルの世界なのかルールの世界なのか、ですからこう なんだか効率がいいはずだという、分散的にあるいはこの集中的にやる、小さくやる、大きくやる、ゆっくりやる、早くやる、そういうその2つずつの二項対立的に整理していくと、全部片方によっていって、そこで必要なものでものすごく複雑なメカニズムがこうできてきてる。ですからそれ自体がなんか無駄ではないのかなという、あのやや
こう荒っぽく整理するとですね、うん、私我々今そういう、こう時代で、うんうん、こちらの複雑でルールがいっぱいあって物のやり取りは全部お金でつないでっていうところが問われてる、まあ、それをどうするかということを、うん、が私はヘレナさんの問いかけ の, まあ基本的なところかなと思って、伺ってました。いや加藤さんよかったと思います。とても分かりやすく整理して最初ちょっとヘレナさんの顔が歪んでなんか一般的にはっていうところでちょっと引っかかってたようですけども安心しましたね。でもまだおっしゃってることの大半はやはり同意できないんです。というのもやはりさっき申しましたようにビジネスの規模といったものを区別していかなくてはなりません。人間という言い方を言われたわけですが、さっき言われたことに対して質問したいことがございます。グローバル化というのも人間は、欲望があるからだというふうに言われたと思います。ですのでこのプロセスにいる人間に対して責任を課すのではなく、第二次大戦以降においては消費者というものを作り出そうという大きな試みがあったわけです。大企業が広告を使ってセグメントフロイトの追い込みを使ってその心理学的に人間を操作しようと、そして消費者に仕立てようということが試みられたわけです。テレビの広告も使って人間が例えばこんなもの持ってなければ自分は劣っているように感じさせるという心理作戦があったわけです。いろんなものをどんどん工業製品として作ってどんどん買ってもらうというふうにしていたわけです。しかし人によってはもっともっと消費することはないというふうに言った人もいますが、いやそんなことない、作れば消費してもらえるということで、まあこういったことが必要で、これが雇用を創出すると思ってたわけです。しかし一歩下がって見てみますと、こういった体制といったものが結局人にとって変わってる、また人の賢さ、人の優しさ、親切さといったものををとって変わってるということで、その結果どうなってるかということを考えますと、例えば先進国のお医者さんも患者さんを見る時間すらほとんどないというのが現実となっております。例えばお医者さんに行っても5分間、しかしその5分間の大半はお医者さんがコンピューターのスクリーンを見てて患者の顔を見てなくて処方箋を出すと。で心理学者の方行っても精神医学者に行っても人と話す時間がなく、うつ病の患者が来たらただ処方箋を書くというだけであります。最近あった、スキャンダルですけれども、若い人たちに対して、自殺するかもしれないという子どもたちに対してただうつ病の薬を処方しただけであります。私が人間がそもそも生まれつき本質的に物を欲しがっているというふうに思いません。人間的じゃないものが制度化されて人間に生み込まれることによって消費者主義というものを生み上げ、そしてそれがエネルギーも技術も多く利用するようになって、で結果としてはあまりにも全てが高くなって手に届かないということであります。例えば授業において、先生と数の数がやはり人間的な数でなくてはなりません。遠隔、教育ということですと先生に1回たりとも会うこともない、そんなのは健全ではないです。患者さんだろうと、あるいは看護師さんだろうと、患者さんの顔を見ないというのは健全ではありません。だからこそここで区別すべきことは何かと言いますと、下ではなく上に向かって民営化していくということであります。今日の民営化という議論がある際には、例えば巨大な企業に対して民営化を図るということであります。そしてそういった大企業というのは国の市民ではないんです。しかし中小企業に対して民営化し分散化を図っていけば、
その分散化というのはローカリゼーションと同義語ですか。そこでは地域社会がコントロールできると、そうしたならば厳しいルールもいらないし、社会的なフィードバックも得られると同時に生態学的なフィードバックも得られるということ。あともう一つだけです。どうしても言いたいことがあるんです。例えば人間的な町、工場もあれば農場もあれば病院もあれば、そういった人間的な町であったならば、その人たちが進化の指標として、例えば、工業用水がきれいになったからといっても、その時にいわゆるペットボトルの水を飲んでたからあまり気にしないということであります。ですので、例えば仕事がなかったということと比べていないということであります。しかしグローバルにナショナルということになりますと、ただ単に数字を追ってるだけで我々としてはあまりにも大きなものということで対応できないんです。本当に人間な普遍的なニーズは何かと言いますと、どこの国に行っても例えば家族とか友達とかそういった社会関係を最も尊んでいるわけです。何が一番大事かというと答えは家族とか友達です。どこの国に行ってもこういった消費者の製品が一番大事だという人は誰もいないんです。またどの国に行っても3歳児に対して3歳児を狙ってコマーシャルを流しているわけです。例えば仲間に愛されるためには、最も最新のナイキの例えばジョッキングシューズがなくてはならない、 iPad を持ってなくちゃいけないとか、新しいファッションが最先端の洋服、着ないと一目置いてもらえないよと宣伝するわけです。子どもたちは愛されたい、そして自分の友達から一目置いてもらうためにはこのものを買わなくちゃいけないと、これが非人間的な状況であり、まさしくそういった環境に今いるというふうに思います。スウェーデンにおいてスウェーデンがテレビでコマーシャルを流してもいい、そして暴力といったものも流されますと、ティーンエイジャーの影響が即出てきたということであります。人間の性格、人間の本質、消費者主義と、やはり子どもたちを標的のコマーシャルを忘れてはなりません。ちょっと誤解されてる部分あるかもしれない。加藤さんのは全然それに反対してることをおっしゃってるんじゃなくて、むしろ同じ方向の話をされてるんですけども、ちょっと言い方がおそらくどういう通訳であれされたか分かんないけど、これはもう全く反対の意見ではないということだけちょっと申し上げておきたいと思います。ほとんど片思いみたいな私がさっき人間というのはやっぱり欲望が止まらないと言ったのは、それはすごくこう何ていうんですかね、欲望という、ですからヘレナさんが話の中で使われたグリードっていう意味ではないんですね。やっぱり何かをしたいっていう欲望なんですね。それはやっぱり大脳というものの、そのなせる技で止まらない、なかなか歯止めがつかない。ですからそれがお金の方に行く、物質的な方に行くのか、家族に行くのか、あるいは何かこういうものをこうやって作る、そのオタクというそっちに行くのか、いろんな方向に出るんですね。ただ私がさっき申し上げたのは、今はその仕組みがほとんどのですよ、ほとんどの特に日本について言えば、やっぱりかなりの多くの人がその実際には経済とか物質の方に行く世の中になってるから、そこの価値観をもう一回疑う、考えるっていうのが大事じゃないかっていうことを申し上げたつもりなんですけども、それでそれを疑う上で、その例えば効率とか無駄っていうことを例として出してみたわけです。ですから立花さんが本の中で書かれてる、みんな何にもないところで、何にもないところになるとですね、多分それから何にもないと、今ヘレナさんがおっしゃったような、そこにこのスニーカーもない、新しいスニーカーもない、そのパソコンもない、テレビもない、車もない、何にもないところで生きるか死ぬかのレベルになると、すごく人が喜ぶということに
何かをするということが自分の喜びになるということを書いておられるわけです。ですからそこで世の中のその価値観とか見えるものとかそういうもの全体をこの仕組みにしてるものがパーッとなくなってしまうとですね、パッとそこが価値観が変わるということなんだと思います。ですからそうかといって世界中に津波を起こすわけにいかないですしそれでは何のためにやってるかわからないわけですから、ですからそういう価値観の転換とか何かのきっかけというものをどこに見出してどうするかというのが、大事なところなんではないのかなと思います。素晴らしいですね。まさにそういう、だから今日のテーマの幸せの価値観っていうのもまさにそのことであって、だから最初に私申し上げた新しい社会、新しい文明、どの方向に行くのかっていうのは人間あるいは人類がどこに価値観を置くかによってその方向性が変わっていくんだっていうことだというふうに思います。で今ちょっと加藤さんの方からコメントがあった立花さんからもお話聞きたいんですけども、要するに自分の生き方がね震災を通してガラッと変わってしまったってさっきで、そのある意味ではその幸せな働き方とか幸せをそこに見出したわけで、20年間とにかくいろんな仕事をしてうーんと思ってた、探し求めてたなんかそのものをね、そこに見つけたっていう話が書いてありましたけど、旗から見るとですねすごく順風満帆な総合商社で10年で起業して10年間会社の社長やベンチャー会の社長やってすごい羨ましがられるんですけど、僕の中では実は悶々とした20年間でずっと悩んできたところがあるんですね。でやってきたことはその中央集権型のサプライチェーン、どうやったら安く効率的にどうやったら長期保存できるものを、国内品が高ければ輸入品をという中で僕はずっと食品バタで20年間やってきて、でも結局そう言いながらも自分というのは食べるものには結構気を使ってたりして、僕らがの体っていうのは自分で食べたもので成り立ってるんですよね。なんかそこに対しての違和感を感じながら20年間ずっとやってきて、で、震災を機に全く違ったところにこう足を踏み入れてったんですけども、本当に変わらなくちゃダメなタイミングだと思うんですね。で私がこう乗せてった車 乗せた方の中にですね、ホスピスの方がいらっしゃったんですけども、ホスピスという仕事大変なんじゃないですかって聞いたらですね、その方はいや違うんです、人っていうのは亡くなるときに命を亡くなるときに周りの人に自分のエネルギーを置いていくんですっていう話をされたんですね。で今回その地震津波というもので、本当にたくさんの命が失われたんですけれども、実はその亡くなられた方々っていうのもいる方々だけではなくて今生きている方々にちゃんとエネルギーを置いていったんですということをお話しされたんですね。で人にもし不謹慎かもしれないんだけども、生きがいと同じように死にがいっていうものがあるとするならば、ここで今日この日を生きたかった人たちのためにも本当に変わらなくちゃダメな時に来ているということをお話しされていらっしゃいました。ありがとうございました。本当にこの厳しいその震災、大津波、原発事故というものを受けて、さっきも私若者たちがすごく変わりつつあるって話しましたけど、会長の方からこの震災を受けた後のなんか日本人がこう変わってったっていう感覚はありますか？私は震災を受けて本当に日本人が変わった、素晴らしい方向へ変わったと申しますのは、今まで物質主義、いろいろなものがすべて便利ですべて生きていかれる、そこに置いてきぼりの人たちがいて、そしてそういう人たちには入りきれない、ヘレナさんの生き方で同じなんですけれども、そういう勝ち組とか負け組とか、それからあらゆるもの、その自分の本来、人間が本来持っている美しい心とか愛の心とか、それから、助け合いの心とか感謝の心っていうものを出さずに済むコミュニケーションがない、そういう言葉を出さないで済むような、何しろ価値判断が物質、お金、
そしてステータス、それから権力、そういう名誉とか、そういうものに流れていくためになかなか、その本来自分人間一人一人が持ってる美しい心、本来一人一人が誰もが持ってる子供を愛する心、そういう自分の 子供を愛するべきなのに捨ててしまったり、そういう変なお母様が出てくる。これはみんなそういうあらゆるグローバリゼーションによってその翻弄されてきた人たち、それから若者たち、仕事をつきたくても定職がない、そういう人たちに対して本来の人のために役立ちたい、それが本当に生きることなんだ、自分の存在とは何か、自分の存在っていうものは本当に自分が生きていて誰かが幸せになる、自分がここにいることによって誰かが本当に喜ぶ顔を見る、それこそが本当に今現在生きている私たち人間が感じることだと思っております。そうしますと今までそういうチャンスが与えられなかった、あまりにも忙しすぎる、あまりにもその立ち止まって自分自身を振り返る時間もない、余裕もない、全てがそういう、その翻弄され尽くした中で、こういう311の事件があった時に初めて失ったものは何か、自分ができることは何か、自分はその中に被災者の中にも自分は同じ被災されながらもパンを分け合って、私は老人だからあなたは若いからって分け与える、それから子どもたちもみんな一つになって我慢し合う、そして、援助を感謝し合う、そういう中からの美しい心が現れ、そしてお互いが被災者の中でも自分ができることはボランティアとして働き始める、そして今立花さん自身が、示したように若者が自分の会社を辞めて何とかしたいという、そういう本来一人一人の持っている奥に本当に抑圧されていた美しい心、愛の心、自分自身を人のために役立ちたい、そういう心が出てきたことによって、これから世の中があまりにもこう あまりにもそういう、その一人一人の存在価値がその失われていた、孤立、鬱、自殺、もうこれも全てコミュニケーションがなくなったこの社会の負の遺産だと思う。そういう負の遺産からコミュニティができ始め、お互いに助け合い、ましてや今震災が日本国中でやってますから、マンションの中でも本来おはようございます、こんにちは、隣のマンションがどなたが住んでるかわからない、その中でもお互いに何かあった時はどうしましょうというコミュニケーションが始まりつつあるということはとても大きな変化だと思うし、もう一つその先ほど大企業が全部日本の世界進出して大企業にお金が振りまかれて、そして中小企業に本当に日の目が当たらなかった、そういう震災後中小企業に本当にスポットライトが開いて、あんな優秀な日本人の発明発見、それがまた世界進出していくという、そういう目に見えなかったああいう能力のある素晴らしい人たちが世の中に出始めてきた、そういうことによって私はかえって日本人の素晴らしいものが出てきたものだと思っております。加藤さんね、加藤さんは震災復興でもいろんなところに関わってらっしゃると思うんですけども、この、例えば今回の震災復興、例えばその5月で、津波を避けるためのね、一律沿岸部に9メーターの高さの防潮堤を作っちゃうとか、そういうようなアイデアもあるらしいんですけども、今回の震災復興で大事なこと、それからあるいはそれを経験した私たちが生きていく上で大事なこと、何だと思われますかね。とっても難しい質問ですね。多分これは田島さんに話していただく方がいいんだと思いますけども、例えば、10メーターものあるいはもっと高い防潮堤を作るっていうのは、私は なんかこうね、残念だなという感じも正直言ってあるんです。ただあれだけね、根こそぎになってもう本当に5月もこの震災直後、今でもほとんど変わってないと思いますが、
何にもなくなってるのを見るとなかなかそれに対してノーと言えないのも事実ですよね。ですからその一方で、まあ、私なんか東京で極めて平和に毎日暮らしてて、それで町の人全員が海の方を見ても壁しか見えない、寂しいですねなんてことを言ってもですね、やっぱりそれは説得力がないし人ごとに聞こえてしまうんだと思うんです。ただ私は大事なことはその50年後100年後200年後300年後も考えて街づくりっていうのはしないといけない。難しいんですよね、そんな100年後のことは分からないですから。しかしその10メーターの防潮堤作ってもこの20メーターの波が来る可能性だってあるわけですよね。それからその10メーター15メーター20メーターっていうような津波というのはいつでも来る可能性があるかもわからないけども、確率からするとそれは100年に1回200年に1回かもしれない。だとするとその200年に1回のために199年と360数日失うものがあっていいかということもやっぱり考えてもいいのかなと思いますし、ですからそういうことをその考えながら、私も以前お金をつける仕事もしてました。で地震津波じゃないんですけども、三重県の方でですね、本当に普段きれいな小さな川がある、それが集中豪雨でわーっと流されて堤防が崩れてかなり人が亡くなった。そうするとですね、工事をするのが担当のお役所はですね、よしみたいな感じで、ガバーッとその道路を大きく削って三面張りにして、川幅がをその2倍ぐらいにしてこう護岸工事やるんですね。そうするとそれまでは普段はこうその川幅のごく一部にちょろちょろっと流れて、で土手の上とむしろ中内側にも桜が咲いてとっても良かったんです。そこでみんな遊んでた。なんかこう100年に一遍の洪水を防ぐためにそれこそ99年と365日それを我慢しないといけない。99年 人はその中99年なかなか行けないですから、ずっと我慢ばっかりする人が大部分かなと思ったりですね。ですからそこはやっぱり それはどっちをじゃないといけないではなくて、地元の人がそういうこともああだこうだああだこうだ言いながら、まあなんか見つけていくということなんだと思います。まさにそれをローカルに考えてっていうことなんじゃないでしょうかね。そうですね、まさにそれでヘレナさんもおっしゃってるのは、そのローカリゼーションを絶対的なものとして捉えるんじゃなくて、むしろそのプロセスとか方向っていうものを考えることが大事であって、そのローカリゼーションっていうのは決まった人、それこそすぐ均一化されたローカリゼーションなんて 逆説的な話になってしまうわけで、それぞれの、まあ、コミュニティとか町とか地域でそれぞれの形のローカリゼーションがあっていいんだっていうことをおっしゃってるんだと思います。それで時間がだんだん迫ってきてるんですけども、今日のテーマが幸せの価値観ということでありますので、ちょっと一人ずつからですね、このテーマで、どういうふうに自分自身としてはお考えになってらっしゃるのか、あるいはこれからの我々の生き方として何がやっぱり大事なのかなっていうところを一人ずつコメントしていただけますか。どなたがいいですか。あなたからいきますか。どなたでも順番に。ヘルノさん最後がいいね、じゃああなたから。真の幸せ、真の豊かさ、やっぱり心、
言で言えば、だそうでございます。で、ごえ平和財団の立場で言いますとね、あの生命憲章ってさっきちょっと触れましたけど、地球っていうのは大きな一つの命だと考えようと。だからその動物も植物ももちろん人間も生きとし生けるものが全部その大きなあの命を司っている大事なメンバーなんだと。で、その生命憲章の理念の要するに調和した持続可能な世界を作っていくための4つの原則として、生命の尊厳ということと、全ての違いの尊重、まあ、多様性ということですね、それから大自然への感謝と共生ということ、それから精神と物質の調和という、この4つを、まあ、ごえ平和財団の、まあ、基本理念というふうに掲げているわけです。ですから我々は幸せのこの社会あるいは世界というものが平和になっていくための原則としては、この4つの原則が、つまり命を大切にし、違いを大切にし、そして、自然を大切にし、心を大切にできるような社会が、すなわち幸せの価値を持った世界だろうと、それに向けていかなきゃいけないなということを言っているわけです。どうでしょう、加藤さんからいかがですか、今の話ですね。私は自民党の総裁が安倍さんになったから言うわけでもないですし、そこに鳩山元首相がいらっしゃるから言うわけでもないんですけども、前の安倍内閣の時にですね、何でしたかね、イノベーションなんとかっていう会議があったんですね。それで2025年はロボットが日本で普及して、それで掃除も洗濯も全部やってくれる、とってもハッピーなバラ色の世界だ、なんかそういうような委員会だったと思います。で、それのなんか漫画までイノベーさん一家とかいうのがあったんです。で、安倍政権は美しい日本っていう掲げてたんですね。私はとっても美しくないと思ったんです。なぜかっていうと、私は人の幸せっていうのはもう本当に私が一般的にこうだっていう言えるようなもんではないんですけども、ただやっぱり朝起きて顔洗ってご飯食べて仕事っていうのはいろいろあります。うちの中で掃除することも仕事だし、そういうものの一コマ一コマを丁寧に、本当に丁寧にやる、うまくいけば面白い、うまくいかなければ今度はうまくやろう、で同じそういう日が今日明日明後日と続いていくっていうところに、まあ人の幸せとなるんじゃないのかなと私は思ってるんです、で、なぜそのイノベーションなんとかイノベーさん一家の話を出したかっていうとですね、例えばコップがある、コップも全部機械が洗ってくれる、しかし本当はこれは、まあ、今までは自分たちで洗ってたわけですね。で、子供が例えば親からコップ洗え茶碗洗えっていう洗う見てきれいになったければ怒られる、で、きれいになったら、ああピカピカになったって、それでも嬉しいんですよね。で、そういう中でさっきちょっと申し上げました、そのお互いの、まあ、ルールモラルのようなもの、あるいはこんなちっちゃいものを洗うということで喜びとかですね、どうやってやったらここまで指が届くなかなというような工夫とか、いろんなものができてくるんですね。で、そういうものの積み重ねの中に文化とか美しいというものができてくるんで、それが全部ないとですね、何も出てこないんじゃないのかな、まあ、それが基本かなと思っています。本当はこのローカライゼーションのですね、ヘレナさんがおっしゃってる一つちょっとしたこういう仕組みをという提案を 2,3 分お話したかったんですが、もし何でしたら後でもいいですけども、もう時間なければやめます。
私のボスがうるさいもんですからね。あのちょっとじゃ あの立花さんが今の同じあの質問に対してコメントして、ちょっと1分だけ初めにあのちょっと漏れてこれだけ伝えたいなと思ったのですね。あの今震災地で起きている問題っていうのは実はあの津波がある前からもともとあった根本的な問題で、津波で時間軸がぐっと短くなっただけなんですよね。でおそらくこれから日本全国あるいは世界でももうすでに起こっている町村屋もたくさんあると思うんですけども、そういう根本的な問題が、今あって今解決しないとですね、15年後20年後に日本中のあるいは世界のいろんなところでまた同じような状況になっていくということを、一緒にこう 理解というかあの一緒に取り組んでもらいたいなということであの活動しておりますので、ぜひあの私の車にご一緒に乗っていただきたいなというの、はい、であの最後あの、幸せというところですけども、あのよくあの高校生やあるいは大学生中学生もですね、現地で、まあ、震災地学習あるいは漁業体験いろんな林業体験農業体験いろいろしていただくんですが、最後に地元の高校生に来てくれた高校生に一言って言うんですよね、うん、何か伝えたいことはっていうとですね、必ずほぼ必ず言うのは当たり前のことにちゃんと毎日感謝するありがとうっていうふうっていうことを言ったんですね、うんうんうん、だからあの日々の生活っていうのはいかに幸せかっていう、うんうん、ことにあの目を向ける感謝するということ、うん、大切かと思います。ありがとうございました。じゃあ最後にヘレナさんから、ヘレナさん最後に、オーディエンスの人たちに、一言お言葉いただけますか。 Yes, I would. 言いたいです、ローカリゼーションにしても経済の幸せの価値にしても世界中の大きな町では寂しくて一りぼっちになっていてちっとも幸せではないと、自然からもカットされてて人間のお互いからも切られてしまっていてと、ローカリゼーションお金を使うこともなくあまり努力もしないで同じような志を持った人たちと一緒に話し合う、一緒にものをするということで、ラダクの人たちが昔々からやってきた、一緒に歌って一緒に踊って祈って何もスターになるパフォーマンスをやるんではなくて一緒に歌う一緒に踊る、そういうことの楽しさ、一緒に調理をして一緒に庭いじりをして子どもたちを iPhone だとかコンピューターテレビから捕まらないうちに自然を楽しんでもらう、そのチャンスを与えたいと、自然とのつながり心も体も意識も、その知的な話ではなくて自然に会うことによって得られるものがあると、ダンスにしてもミュージックにしてもスローダウンをするということです。内なるつながり、雅美先生が言われた心に耳を傾けると、自分の能力をまたは脳を訓練するために心のリズムを見つかるための、動きというか体操みたいなものもあるわけです、楽しい幸せという心の調和というものを見出す、より深い意味ある関係というものを年取った人と若い人たち、日本ではそれほど問題ではないかもしれませんが、スウェーデンでもアメリカでも年取った人たちと若い人たちのつながりというものがなくなってきているわけです。それがあったのが何千年もの人の生活ではなかったでしょうか。それを取り戻すことで幸せを育むことができる、その過程で私どもは体をもっと使うことになる、一日座ってばっかりいると動かない、動くことによって幸せをまた取り戻す、体にとっても意識にとっても心にとっても体を動かすということが幸せになる大事な動きなわけです。
これは古代からある未来の動向という言い方をしているわけです。ラダックでそれを見て、私の本を読んでくださるといいなと思っております。幸せの経済という映画も作りましたんで、私の今言っていることを書いたり映画で訴えているわけです。ローカリゼーションと幸せを大きな都会でも発見できる、今すぐそれをつかむことができるというのを確かめてください。いい話をたくさんお伺いできると思いますけども、時間が来てしまいました。改めまして、パネリストの方々に、盛大な拍手を差し上げていただければと思います。どうもありがとうございました。パネリストの皆様どうもありがとうございました。皆様もう一度大きな拍手を。いや、加藤さんの本当にグローバリゼーションとローカリゼーションの、どうやって共存していけるかっていう話も伺いたかったんですけども、ちょっと時間がなかったんで、後でちょっとぜひお二人でお話をしていただきたいと思います。本当に皆様、まだまだ、それではここで、最後に、歌を、素晴らしい歌を聴かせていただきたいと思います。コロンエリカさんにご登場いただきたいと思います。コロンさんどうぞ。エリカさんどうぞ。ありがとうございます。今日はエリカさんはベネズエラ生まれ、はい、でお父様はベルギーの方で、はい、お母様が日本人、はい、そうですね。で、ずっと音楽の勉強されて、はい、そしてその特に震災、まあ、震災の前から平和の祈りとか平和を願うっていうその歌の活動をずっとされてこられたわけですよね。はい、はい、そうですね。私の父が長崎にあります浦上天主堂の瓦礫の中から見つかった被爆のマリアに捧げるアベマリアを作曲いたしまして、それが私が二十歳の時だったんですが、その頃からその曲をと一緒に活動しております。それ特に震災後は本当に被災地に何回も運ばれて、被災された子どもたちやみんなを励ますための演奏活動をずっと続けてこられた。はい、まあ、本当に大きなことはできないんですけれども、まあ、マザー・テレサがおっしゃるように、小さなことでもその中にどれだけ愛情を注ぐことがかが大切だっていう言葉を、まあ、胸に本当に小さな活動ですけれども、うん、その中に愛情をいっぱい込めてできたらと思っています。なんかすごく印象に残るようなことはそういう演奏活動の中でありましたか？そうですね、私が直接行った演奏活動ではないんですけれども、うん、今福島県の相馬市でですね、被災した子どもたちを対象に無料のオーケストラ教室というのが始まりまして、これは元はベネズエラので37年前に始まったエルシステマという教育プログラムなんですが、これが日本で始まって子どもたちが漁師さんの子どもとか家を流された子どもたちがですね、初めて自分で楽器を手に取って弾いてるその目の輝きを見た時には、やはり音楽家としてもこれほど胸を打たれることはないなという、うん、気がいたしました。で実は、コロンエリカさんは、駐日ベネズエラ大使の奥様なんです。で今日はベネズエラ大使も、石川大使来られてると思いますけど、ちょっとどこにいらっしゃいますか？大使ですから、彼女自身は大使夫人で
あるという公式な立場もあれば、あの歌の活動、素晴らしい歌手であるというそういうあの立場もあれば、お子様が2人いらっしゃって、はい、長男が金太郎くんっていうんです元気になってほしいっていう、ね、親の願いが込められてると思いますけどね。それで2番目が長女の5月に今年の5月に生まれたんで、はい、めいちゃんっていうんですね。あのこの2人の母親でもあるという、ですからいろんな顔を持って、活動して、そして国際親善のために一生懸命あの活躍をされているわけですけど、お子さんは元気ですか？はい、ありがとうございます。で、ね、実はねちょっとバラしちゃいますけどね、この痛々しい、本当にあの2週間ぐらい前にね、自転車に乗って転んじゃって、ここ骨折されて、で来る時はギブスをつけてこられたんだけども、ちょっと舞台に立つにはあの恥ずかしいっていうんで、もう無理してあの撮って、今あのこうちょっと痛々しいんですけども、そういう中でも来ていただきました。本当にありがとうございます。はい、皆様どうぞご心配なく、あの声帯は折れてませんのであの名前がコロンという名前だから、きっと転んだんだと思いますけれど、舞台では気をつけるようにいたします。それじゃあよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではコロンエリカさんに歌っていただきます。ピアノ演奏は堤かな子さん、曲は皆様おなじみのふるさとです。アメイジングレイスを歌わせていただきたいと思います。ありがとうございます。この曲は世界各国で
実に多くのアーティストが歌ってきた曲なんですが、元の詩はですね、イギリス人の作家によって書かれているんですね。でこの作家は実は奴隷船貿易をしていた船長さんで、1748年のことですが、大波にさらわれてですね、この船が難破いたします。でその難破した船のからですね、もう命からがら救われて書いた詩がこの曲です。この曲にはおそらく困難に立ち会った時に目覚めたそのスピリチュアルなメッセージが込められているんだと思います。今日このフォーラムで私もお話を聞かせていただき、たくさんの恵みを感じました。 Amazing Grace、 素晴らしいこの恵みを心に、震災で困難な立場におられる方々も、そして私たちみんな明日に向かって夢と希望を持って生きていけたらと思います。ではお聞きくださいませ。
コロン・エリカさんの素晴らしい歌声、平和の歌声聞いていただきました。コロン・エリカさん、そして堤かな子さんのお二人にもう一度大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございました。それでは最後に五位平和財団会長理事長よりご挨拶をさせていただきます。皆様長い間本当にありがとうございました。今エリカさんの歌を聞いて涙が出ました。素晴らしかったです。やはり幸せ、最後は幸せのシーンで締めくくらせていただきまして本当に嬉しく思います。皆様本当にありがとうございました。ちょっと予定より時間が過ぎてしまいましたけれども、ちょっと長時間本当にお付き合いいただきましてありがとうございました。今日のフォーラムから何か掴んでいただければありがたいなというふうに思ってます。今日は本当に連休の最後の日曜で、まあ1年に何回あるかと思うぐらいの秋晴れの素晴らしい天気で、いやゴルフ行きたかったなっていう人もいたかもしれませんけども、ぜひ今日のこの題である、いやゴルフに行くよりもやっぱりこっちに来た方が幸せの価値は高いよねって思っていただければ嬉しいと思います。今日は本当にありがとうございました。皆様どうもありがとうございました。以上をもちまして2012年度五位平和財団フォーラムを閉会させていただきます。2012年も残すところあと1ヶ月余りとなりました。どうぞ皆様風邪などお召しになりませんように素敵な年末年始をお過ごしになられますように、そしてまた来年のフォーラムでお目にかかれることを楽しみにしております。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。しまして、すべてのプログラムを終了とさせていただきます。2階ロビーのインフォメーションでは引き続き出演者の著書の販売、参助会員の入会お申し込みの受付を行っておりますので、どうぞお立ち寄りください。ご退場の際は各出口にて同時通訳レシーバーを回収しておりますので、ご返却くださいますようお願いいたします。またご記入いただいたアンケート用紙はロビー受付にて回収しております。お忘れ物のございませんようお足元にお気をつけて順次ご退出ください。本日はご参加くださいまして誠にありがとうございました。ここでお忘れ物のご案内を申し上げます。携帯の落とし物がございます。1階席後方のインフォメーションブースでお預かりしております。ソフトバンク製の銀色の携帯です。ソフトバンク製の銀色の携帯を1階席後方のインフォメーションブースでお預かりしております。